おいーす、ヤグタウンです。今日はブルーアイズパラダイス、ブルーアイズのデッキを作ってみました。で、新カード、海馬の報酬のカード、レベル最後まで上げたら手に入るブルーアイズシャイニングドラゴンと、あとは光の導きっていう魔法カードで、あと木馬のドロップカード、あ、今引きましたね、ダークフレアドラゴン、このあたりをすごくね活用できる、めっちゃ面白いデッキできたんで、まあ見ててくださいということで、魔導雑貨商人ですね、このデッキの肝は魔導雑貨商人となります。モンスターを墓地に送って発動できる効果を持つモンスターがすごく多いんですよ、てか強いんですよ。で、それを助けるカード、例えば竜の先兵もそうですよね。で、木馬ドロップのダークフレアドラゴンもそうなんですよね。はい。まずブルーアイズ落ちて、ブルーアイズシャイニング落ちて、で、あ、ブルーアイズ落ちましたね。はい、ブルーアイズもう1枚押しました。これでブルーアイズ合計3枚落ちたわけですね。で、手札に1枚ブルーアイズがあるので、光の導きっていう魔法カード、今は手札の左か2番目なんですけど、これが墓地にブルーアイズモンスターが3体いないと発動できないカードなんですよ。だから、まあ今3体落ちてるので、まあ問題ないですよと。で、増えれば増えるほど、さらにその強さは発揮されていくので。はい、まず、先兵を出しますね。先兵を出して、で、墓地に送るんですよね、ブルーアイズを。そうすることによって、はい、なんとね、今墓地が耕したことによって、ダークフレアドラゴンも召喚できると。光と闇のモンスターを除外することによって、で、光の導き、ブルーアイズ、墓地のブルーアイズ一体を選択してフィールドに特殊召喚で、余った墓地のモンスターのブルーアイズの数分攻撃できる。だから3体いますよね。1回、2回、3回、ブルーアイズが3回攻撃したよ。ってもう遊戯もな、相当びっくりしとるよっていうことで、すっげー超面白いデッキですね。ただ唯一、こう光の導きが壊れたらブルーアイズはもう一緒に破壊されると、ブルーアイズしか攻撃はできません、他のモンスターはできませんという効果なので、まあそこだけちょっと要注意ですね。で、このデッキね、ほんといろんな戦い方ができるんですよね。今のように魔法カード光の導きを使ってもよし、で、シャイニング出してもよし、で、ミラーウォールとダークフレアドラゴンとか、まあ、竜の先兵でもいいですよね。で、力押しするもよし、もう要するに初期手札、あとは魔導雑貨で落としたモンスターの種類とかで戦法をね、いろいろ変えていけるデッキになってます。まあ、先兵で、はい、ブルーアイズ落としますよね。で、まだシャイニングドラゴン出せる可能性あるので、こういった手札に残しております。で、捨てることによって、まあ、自力もね、かなり強くなるんで、はい、ミラーボール来ました。で、今、ミラーボール無警戒で攻撃したんですけど、これは狙いがあって、ライフコストゼロなんですよ。で、今、まあ、手札見てもらえばわかる通り、デビルフランケンとシャイニングドラゴンがおると、だからライフを1000に調整できたら最高だなって今思ってたわけなんですよ。で、そのライフ調整のためのミラーウォールでもあります。火力で押すミラーウォールでもあるし、ライフを調整するミラーウォールでもあると、そういった構成になっております。で、ここでミラーウォール使うことによって2250ってことは、これを維持したら残り250、要するにライフが1000以下になると、そういうことですね。ちなみにこのデビルフランケンも闇属性モンスターなので、ダークレアドラゴンとすごく相性がいいです。で、まあ、基本的にミラージュドラゴンも光属性で、ブルーアイズももちろん光属性と、ダークレアドラゴンもすごい出しやすいデッキとなっております。で、はい、効果使ってエクストラデッキからブルーアイズアルティメットドラゴン、それでシャイニングドラゴンの効果は、アルティメットドラゴンをフィールドからリリースすることによって出すことができる。で、こいつの攻撃力は墓地にいる
ドラゴン族のモンスターの数かける300ポイントアップするんですよ。だからもうこのデッキすっごいドラゴン厚めに振ってるので、まあ、ミラーボールされても攻撃力2500っていうちょっとねえげつないことになってるんですが、これをやるときの注意点、今デビルフランケン攻撃表示で出てますね。ここがねすごく危ないとこなんですよ。でそれ対策のためにミラーボールも入れてるんですが、まあちょっと今回壊されてしまったので、ああ仕留めきれんかったなと思ってはいたんですが、ちょっとねまだデュエルは終わってない。デュエルは終わるまでデュエルです。遠足は家に帰るまでが遠足です。そういうことです。要するにデュエルはまだ終わってないんですよ。ライフがゼロになってないということは。はい、ミラーボール引きましたね。これでデビルフランケンを守備表示にできますね。守備表示にして、じゃあミラーボールセット。ちなみに、あ、まあ後で説明しましょうかね。シャイニングドラゴンの効果も、シャイニングドラゴンアルティメットをリリースするっていうすごい難しい効果なんですけど、イタカーの暴風、あーミスったって、今この時ね実際デュエルしとる時はすごい思ってたんですよ。まあまあミラーボールあるからデビルフランケン倒されてもなんとかならんかなっていう気持ちもちょっとありつつ、ちなみにこのシャイニングドラゴンですね、今イタカーの効果は食らったんですが、なんとこのモンスター、このカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果を無効にすることができるんですよ。ちょっと末恐ろしいですよね。あ、ここはミラーボールですね。こういう時に本当にねミラーボールが生きてくる。で、はい、ドローすると光の導き、すごく迷ったんですよね。ここは光の導きでもうブルーアイズ3体墓地に落ちてるので出せるんですよ。出せてブルーアイズが2回攻撃するっていうことができるんですけど、ここはもうシャイニングドラゴンの効果が強いので相手のセットカードも怖いですしね。でさらに攻撃力も馬力も超強くなってるんで、まあそこはちょっと置いといてですね、シャイニングドラゴンで攻撃します。この攻撃が通れば勝ち、この攻撃が通れば勝ちなんですよ。さあどうだ、多分ねシャイニングドラゴンが会話の最後の報酬なんで、今効果を呼んでるんじゃないかなと相手は思うんですよね。なかなかレベル60はまあ結構遠いんで、でも頑張って手に入れる価値のあるカードだともう本当僕は思います。すげえ強いです。はい、エネコン来ましたね。エネコンで守備表示にするんじゃなくて、リリースして相手に持ってこようっていう効果なんですが、はい、この時にシャイニングドラゴンの効果発動で、このカードを対象とするモンスターの効果魔法トラップは無効とし破壊するということで、エネコンが破壊されたというわけですね。いや強いこいつは本当に。まあ、ただそのミラーウォールとか全体が対象なので、イタカもねそこら辺はちょっとカバーできないというところだけ注意してもらえれば、まあまあ元々の馬力が3000、攻撃力3000、それにドラゴン族の分だけ、攻撃力300ポイント乗ってくるので、まあ火力で負けることはこのデッキではほぼほぼないのかなと思います。はい、これで3300食らわしてヤグタウンの勝利、イエイ。ということで、じゃあこのデッキのちょっとねおさらいの方をしていきたいと思います。結構新カードが多いので、その効果の方読んでいきたいなと思います。まず光の導き、1戦目で活躍した。自分フィールドに他の光の導きが存在せず、自分の墓地にブルーアイズモンスターが3体以上存在する場合、そのうち1体を対象としてこのカードを発動できる。そのモンスターを効果を無効にして特殊召喚し、このカードを装備する。このカードがフィールドから離れた時にそのモンスターは除外される。2. 装備モンスター以外の自分のモンスターは攻撃できず、自分の墓地にブルーアイズモンスターが存在する場合、装備モンスターはその数まで一度のバトルフェーズ中に攻撃できる。ということで、最大ブルーアイズモンスター、このデッキ4体入っているので、フルで墓地に送っていれば3回攻撃できるということですね。だからブルーアイズ3体と、あとブルーアイズと名の付いたブルーアイズシャイニングドラゴン、
こいつ、効果読みます。このカードは通常召喚できない。自分フィールドのアルティメット一体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。1、このカードの攻撃力は、自分の墓地のドラゴン族のモンスターの数 ×300 アップする。2、このカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果が発動した時に発動できる。その効果を無効にする。いやー、恐ろしい。本当にね、こうやって出しはにくいんですよ。出しにくい。けど、出せたらこんな気持ちいいものはないですよ。あとですね、これ、ダークレアドラゴン、木馬ドロップですね。このカードは自分の墓地の光属性と闇属性のモンスターを一体ずつゲームから除外し、手札から特殊召喚できる。一旦に一度、手札とデッキからドラゴン族モンスター一体ずつ墓地へ送って発動できる。自分または相手の墓地のカード1枚を選択してゲームから除外する。ということで、こいつを出すために、手札を1枚捨てれるっていうところもでかいんですよね。例えば手札にブルーアイズがいたら、墓地に生かす方法がないので、そういった場合はダークフレアドラゴン、またはこれですね、竜の先兵。あとは、光属性ということで、ミラージュドラゴンも入れております。で、墓地にもう無条件で落とす魔導雑貨商人。で、あとは火力でダークフレアドラゴンとか竜の先兵とかで火力で戦っていくためにミラーウォールを入れております。ということで、もう3種類ですね。光の導きでも戦える。シャイニングドラゴンでも戦える。ダークフレアドラゴンと竜の先兵とか火力でも戦えるといったデッキです。この動画ちょっとでも面白いと思ってくれた方、チャンネル登録、グッドボタン、あとコメント、あとツイッターもやってますので、そっちもよろしく。ヤグタンでした。